皆さん、こんにちは。10月16日より世間を騒がせているトップ YouTuber 東海オンエアの柴優と、妻で同じく YouTuber の綾南の公開夫婦喧嘩。綾南は今回のことで自身が緊急搬送されたと話していましたが、緊急搬送は嘘だったことが判明し、さらには悲劇の妻アピールをする裏で不倫相手とペアルックでディズニーランドへ出かけていたことが明らかとなりました。このせいで医療従事者は綾南にブチギレ。今回はこの騒動について詳しくご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。綾南は自身の X アカウントにて、柴優が一時帰宅し改めて話し合いをし、解決に向けて進んでいく予定だと報告。続けて話題となっている不倫については、私たち柴南夫婦には数ヶ月ほど前から夫婦公認でセカンドパートナーが存在しています。もともとみんなに報告するつもりだったので何も都合の悪いことはありませんが、今出回ってる離婚希望の写真はその時ありえないくらいとてもとてもイライラしてたので、憂さ晴らしによく使ってる親しい友達にあげたら、なんとこの騒動で凄腕のハッカーにインスタをハッキングされていたという状況です、と報告しました。綾南の X の内容から、これまで騒動中に柴優は綾南との接触を避けていた様子でしたが、10月27、28日頃に接触を果たしたようです。夫婦の今後のことについて話したとのことですが、離婚等の可能性はあるのでしょうか、今話せることはないとし、またパートナーがお互いにいることをさらに強調する形となっていますが、真相は分かりません。インフルエンサーの滝沢ガレソ、これは29日から30日にかけ綾南の不倫と題し、さまざまな証拠画像を公開しています。また先日綾南がインスタのストーリーズでアップした画像も話題になっています。ストーリーズでは3枚の画像がアップされ、たくさんの文字が詰められていました。私から見てる景色とみんなから見てる景色が違いすぎるんだよな、そりゃみんなからしたら私が悪者に見えてしゃあないよな、と投稿。けど我慢が限界を超えるってことは誰にでもあるってことも分かってほしいなぁと言い、私から見たら許せなかった相手はみんなから見たら大スターだったりするし、そんなこと世の中たくさんあるじゃん、見る角度を変えたら全然違うものに見えたり違う色に見えたりね、だから私は目的のために手段を選ばないようなやつだから、そこはごめんって思うけど仕方ないよね、限界を超えてしまったから、と自身の正当性を訴えています。さらに続く投稿では、病院のベッドで点滴につながれた自身の写真をアップし、なんか柴優だけが精神病患って大切にされてるけど私も言ってなかったけど、今回ので精神ストレスで動けなくなって過呼吸になって運ばれてたくらいにはダメージあるよ、と主張しています。その中で子供2人の面倒も見てたよ、お迎えも行かないといけなかったり、ご飯も準備したり、遊ばせに行かなきゃかわいそうだと思ってゲームセンターに目指したやりに連れてったよ、と体調不良の中子育てしていたことを記しました。こんなことは言いたくなさすぎるけど、あまりにも柴優がかわいそう、東海を綾南が全て壊したという見方をされすぎててどうしてだよってなってるよ、と悲しんだ綾南。全て自身が招いた種であるにもかかわらず非難され続けたら自分だってきつい苦しんでる、と悲劇のヒロインアピールとは何とも言えない状況になってきましたね。さらなる投稿で、昔からこういう性格、物心がついた頃から弱い者いじめをする同級生は男だろうが絶対に許せない、ずっと愛があったってことは理解してほしい、と今までのことが自身の信念に基づいた言動であることを綴りました。しかしこのストーリーズで話題となっているのが、精神ストレスで動けなくなって過呼吸になって運ばれてたとの投稿。この投稿に対し病院関係者は、割と好きでフォローしていたけど綾南の SNS の発信で医療関係の仕事なので最近はイラッとしてた、あとラクテックとアセリオを点滴してる写真は
インフルとか高熱の風邪でやったやつでしょって感じ。コロナで働いてた医療関係者をバカにした発言したのに、しっかり病院行くんですね。医療スタッフは写真見ればわかりますよ。アイスノンっぽいのも見えるし、ラクテック過呼吸で使わないでしょ。なんかさらにがっかりした。などと写真が近日撮られたものでないことや、点滴されているものへの指摘をしました。そもそも綾南といえば、コロナ禍で開催した YouTuber31 人飲み会でも話題となりましたよね。21年6月のコロナ禍で、外出自粛などを求められた緊急事態宣言下で31人で飲み会を行ったとして、文春オンラインにスクープされました。綾南の誕生日会だったこの飲み会、当事者である綾南は当時謝罪しましたが、先日その謝罪を撤回しています。投稿で、感情に任せて何でもかんでも SNS に載せるのは良くないって何を根拠に言ってんのかな。ちなみに私、今までネットで本音しか言ってないけど最高に楽しいけどね。 SNS なんて割と好きに発言していい場所だろうが、何、いつからそんな綺麗で都合のいいことしか載せてはいけないルールになったの。炎上って何、勝手に誤解して騒ぐバカどものせいで私はだいぶ苦しめられたけど、私って別にそんな悪い人間じゃないよ。だったらこんなに友達たくさんいないよ。だって冷静にあの時期に誕生日会に31人も集まるってすごい人望だよね。コロナ禍、なんだそれ気持ち悪いって途中からずっと思ってたわ。いつまでやるんだよこの茶番って、医療従事者ですってコメントで埋まってたよな。あいつら今どこ行った。国の言うことしか聞けない、自分の頭で何が正しいのか考えることをほぼしない人間たち、それでもお前ら人間かよ、とコロナ禍飲み会に苦言を呈してきた人に自身の考えをぶつけていました。さらに、あの時私が飲み会してた時に必死でマスクして一生懸命私を叩いてた奴らは、今あの時の私と同じようにマスク外して飲み会してるだろ。気づくのが遅いか早いかの差だけで結果は変わってないのに、さも自分が優れた人間かのように私を罵倒してきたよな。気持ち悪い国民性だよ。本当に日本嫌い、多数派の意見しか述べられない雑魚ばっかり、と怒りを伝えていました。当然この時も医療従事者と見られる人から、さすがに無理、看護師として頑張ってきた私たちを侮辱したこと許さない、矛先変わりすぎな、さすがに言い方に気をつけるべきかと、全てを感情に任せて SNS に載せていれば彼女にも伝わっていたのでしょうか。体験しない限りは茶番なのでしょうか。とても悔しいです。とても悲しいです。自分を正当化するために早いか遅いかだけなんて自分の尺度で判断して、医療等の対策に対して自分が正しいというのはやめていただきたい。今後医療を受けないでほしい。揉めてる根本は興味はないですが、確かにこのツイート悲しいです。多くを犠牲にして命を守ってくれてたのに、なんでわからないのかね、などとコメントが相次ぎました。このように何度も医療関係者を激怒させた綾南、今後彼女が行ける病院があるか心配です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。